安城は柴田大地騎手入って11頭ゲートイン完了スタートしましたまず先行争い横一線5番フォルラニーニも安城やや促しています外は10番エセルフリーダ間7番ニューステソーロニューステソーロが先頭に立ちました10番エセルフリーダが2番手5番フォルラニーニ3番手でゴールの前を通過します11番コスモエスメラルダ4番手その内が1番カフェグランデ わずかな差で5番手です6番エコロレイズそして3番コイヌールが続いて11頭が1コーナーをカーブします7番ニュース・テソーロが先頭です12コーナー中間リードは1馬身2番手2頭外10番エセルフリーダ内は5番フォルダニーニ2コーナーカーブ3馬身間が空いた4番手11番コスモ・エスメラルダ インの5番手1馬ン差で3番コイヌール6番エコロレイズが並んで追走ここまでが集団34馬身相手中段やや後ろの後方ポツンと8番アバンデルが追走していますアバンデルの後ろは番9番ファビュラススター 1000m1 分前後で通過していますファビュラススターとそして4番のコスモキランダが後方から追い上げを開始最後方2番アルデル・ウォーモです11頭3コーナーをカーブ800を切ります 7番ニュース・テソーロのペース、ここで後続を少し離しました、リード1馬身半、10番エセル・フリーダが2番手、34コーナー中間、うちの3番手、5番フォルラニーニ、600を切って、これに接近、11番コスモ・エスメラルダ、5番手グループからは、外6番エコロレイズが進出を開始、うち1番カフェ・グランデ先頭まで4馬身の中段のインコース、直後には3番コイヌール、そして外からスーッと9番ファビュラス・スターが上がっていきます。 4コーナーカーブ直線コースを向きますセルフリーダ、外からエコロレイズが先頭に変わる1番、外9番、ファビラススターが追ってくるファビュラススターがここで前を捉えて先頭200を切りましたエコロレイズ、さらには追い込んでくる4番のコスモ・キュランダが3番手から2番手に上がって先頭を追っている先頭、9番,フスス番、ファビュラススター2番手、コスモ・キュランダファビュラススター、わずかに先頭、5位2着、4番、コスモ・キュランダ3着は5番のフォルガニーニです